おぎりで買わなきゃいけないところ、結構あるってことなんですかね、アメリカからとかですねあの、まあ、彼らの余剰作物を国内で受け入れるっていうことの、もう日本が最終廃棄場みたいになっちゃってるっていう部分なんですかね、まあ、いろんな部分でそういう側面はあると思うんですよ、えー、彼らが作った米を買わなきゃいけないから、日本国内で米が生産されていかなくなったりとかね、でお米作ったとしても元取れないってことだから、じゃあ、米作るのやめれば、違うんだよって、作った分は国が買い取りますっていう形にしなきゃダメなんだ。 くれない時期何かしら天候だったり、いろんなものによって作れないというときには、その所得は保証しなきゃだめなんだっていう、生産者になったら生活が楽になるっていうぐらいの状況を国が提供していかないと、この状況は打開できないし、で国内での食べ物を作っていくっていうような力は、これ、だからまず、なんだろうな、お切りで付き合わなきゃいけないというようなところを、やっぱりこれ、絞っていくとか切っていくってことをやらなきゃいけないと思うんですよ。 だって、海外から買う乳製品の14万トン、これを優先するために国内の酪農家を殺すってありえます父、絞るな、牛殺せとか、そんなむちゃくちゃな国、存在しないですよ、どうしてかって言ったら、物を作る力っていうのが国の力だから、国家の力ってどういうものですかって聞いたら、ものづくりの力なんですよね。 ものづくりって考えたときに、人々の体の中に入るもので、みんなのエネルギー源になるものって、この食料って、一番安全保障の中で重要なものを、他国から輸入しなきゃいけないから、その分国内を泣かしてとか、そういうものを切っていくっていうやつらなんて、本当におかしな話ですよ、私、路上でこんなこと喋ってても、売国道って言われるんですよ、びっくりするわって、今、目の前にみんなの売国道がいるよって、何言ってんのって、国会見てみなって話なんですけど。 はいまあ、とにかく、添加物だったり、農薬の問題に関しては、その扱いが一番厳しい基準でやられているような、私は EU みたいなところを参考にしていきながら寄せていくっていうのも一番やる必要があるだろうなと思っていますありがとうございます。